今日はいつもより少し早めです。りょうちさんありがとう、安部さん、鳥取太郎さんありがとう、おはよう、さっちやっほー、おはよう、くむねパパさん、安部さんありがとうございます、おはよう、たんたんたぬきさんありがとうございます、安部さんありがとう、としさんありがとうございます、遠藤さんありがとうございます、おはようございます、おはようございます、うっかりあんこさんありがとうございます、いけちゃんさんありがとうございます、あさっちです、そうです、ソイミルクさんありがとうございます、10周年です、ゴールドシップさんありがとうございます、としさんありがとうございます、キッキさんありがとうございます、鼻水が止まらないです、さっちもね割と止まらない今、ちょっとシュンシュン言ってるかも、豆まいさん、スープから飲み物さん、かまちゃん、豊中のひろさん、あっくんさんありがとうございます、なんかクッシュンクッシュンってよりはあのジュルジュルジュルクジラちゃんさん、かまちゃんありがとうございます、マロンさんありがとうございます、夏目さんありがとうございます、こんにちは、おはよう、寝起きかんないね、そうですねソルさんありがとうございます、かわいい、ありがとう、まえちゃんさんありがとうございます、おはよう、鳥太郎さん、豊中のひろさんありがとうございます、サチの勝利もいっぱい、嬉しい、ありがとう、そう早朝のにしやがって、メイクはちょっとしてます、ナチュラルメイクぐらいですかね、ピクシンさんありがとうございます、またね仕事、あ朝から早いですねお仕事が、おはよう、ピクシンさんありがとうございます、そう今日は6時5分に起きました、ちょっと鼻かましてください、ロムさんありがとうございます、オッケー、ありがとう、鼻かんでました、かなとしさんありがとう、おはようございます、なんとねさっきですね鏡が壊れちゃったんですね、割れたんじゃなくてなんかくっついてるのが取れましたです、すいませんさっちおはよう、しけんさんおはようございます、ありがとう、おやじいさんありがとうございます、たんたんたぬきさんありがとうございます、おはよう、おはよう、6時42をギリギリセーフ、おはよう、おはよう、シャイニングフィンガーさんありがとうございます、そう鏡が剥がれました、ゆういちさんありがとうございます、こんにちは、おはよう、さっちやっほー、おはよう、おはよう、 MHIMA さんありがとうございます、おはようございます、おはようございます、おはよう、サチは破壊神に、やっぱね親友ちゃんが破壊神だったので受け継いでますね、やっぱ同じ破壊神として何か通じるものがあったのかもしれないです、かなとしさん、 BD マンさんありがとうございます、終わったら二度しますか、しません、今日は昨日はねしたんですけど二度寝しませんね、今日はちょっとキッキさんありがとうございます、朝強いんですねって、朝はね実は弱ですね、ニーナリンゴさんありがとうございます、何もなかったら本当ずっと寝ちゃうタイプ、これはちゃんと用事があると しっかりね起きるんですけど、サチサチサチ STF 新シングルコンプリート、おということはユータイルースと金縛りのタイプも買ってくださったんですね、嬉しい、ぜひたくさん聞いてください、リッスンリッスン、
おはよう、おはよう。はじめまして、初見です。はじめまして、初見さん、ありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲と言います。よろしくお願いします。よしふみさん、離島の木の上温泉さん、ありがとうございます。おはよう。 MMM さん、ありがとうございます。シーサーさん、ありがとうございます。くま、何か言おうとした、忘れちゃった。ちょっと待って、下がろう。ウーアンさん、ひろのりさん、ありがとうございます。シーサーさん、ありがとうございます。星キラキラスター、ひろのりさん、ありがとうございます。豊中のひろさん、ありがとうございます。さち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 、やっほー、ありがとう。たくさん呼んでくれて。3期生みんな個性強いから覚えやすい。みんなどうやって覚えられてるんだろう。私はどういう個性ですかね、気になりますね。ウーアンさん、さやかさん、としさん、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。さっち、やっほー。3期生割とすごい。え、それはもう3期生一度大喜びですよ。伝えときます。身長高い方、身長は世間的にはザ普通でも3期だとおちびちゃんです。157センチなんですけど、世間的には普通じゃないですか。普通っていうか、まあ、よくいる身長。森健ニーガさん、ありがとうございます。だけど3期だと本当前から3番目とか。3期生がね、身長が高い子が多いんですね。という感じでございます。タムタムさん、ありがとうございます。ね、スタイルいい子多いよね。レイダーの時みんな足が長くて綺麗。おはよう、おはよう。サッチ、ヤッホー、ヤッホー。おはよう、おはよう。理想的な身長、やった。150だ。160欲しかった。最近っていうか、まあ、よく寝てるので、まあ、伸びてるって信じてます。ずっと測ってないけどね。そう、ピーマンは今うちにありますよ。おはよう、おはよう、おはよう。さち、やっほー。諦めない心は大事だね。3期生はね、カナダタンが一番小さいかな。イチゴが一番大きいのかな、確か。ソルさん、ありがとう。ジュー、そう、よく食べてよく寝て大事です。おはさっち、おはさっち。おはよう、おはよう。朝から元気だ。そうですね、割と元気です。言いさせてもらってます。そこはお先です。まゆさん、ありがとうございます。おはよう。まなびーさん、ありがとうございます。たかまりさん、ありがとうございます。そう、おはよう、おはよう。そう、3期生の中だと高いけど、そっちだけちょっとへこんでる。身長が165円が多いかな。こんにちは、試験さん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。山口県からお会いします。お、東京の方ですね。嬉しいです、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。ありがとう。 STU48 3期研究生、曽川咲です。おはよう、おはよう、おはよう。おはよう。ソソさん、ありがとうございます。うん、ゴッティが一番大きい気がする、確か。お
はよう、おはよう。アンディさん、ありがとうございます。10、手の振り方が言語だ。おはようございます。お清楚にね、振りますよって手は。ユータイルーツの配信の時、サッチ小さく見る。そう、それはね、思った。しかも後ろ、リサ子、いちご、ひーちゃん、リエチ、ひーたん、みんな160超えだったから、サッチがへこんでたね。へこんで見えてた。見えてたって、まあへこんでたんだけど、身長が小さいから。それは思いました、サッチ。サッチ、初見さん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。西エンデラ紫ピクミンさん、ありがとうございます。10、コールズで目立ってます。そう、そんな感じだったよね。そう、座ってたら目立たなかった。まあ別にいいんですけどね。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。あら、嬉しいお言葉、ありがとうございます。はるさん、10、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。試験さん、ありがとうございます。それでは本日、予選さんのお話が慣れてよく喋るって聞いたので。そうですね、最初よりは慣れるとやっぱよく喋りますね。だからみんな言ってね、ちょっと言いたいことあるから黙っといてって。もし喋りたい方がいたら。そう、慣れるとね、自分から話したりしちゃうから。おはよう、りょうちさん、ありがとう。ゆきおさん、ありがとうございます。サッチ、ヤッホー、サッチ、おはよう、おはよう。りょうちさん、ありがとうございます。そう。まあそれでも喋りますけど。あ、そうで、本日ミス ×AKB48 グループレギュラーモデルオーディション、タカさん、ありがとうございます。レギュラーモデルオーディション予選さん、本日24日1枠目の自己紹介、初見さんもたくさん来てくださったので自己紹介したいと思います。たくさん、ありがとうございます。はい、 ST48 3期研究生の曽川咲です。みんなからサッチーって呼ばれてるので、ぜひサッチーって呼んでください。ちなみに同期からはサチコって呼ばれてます。なんかさ、これ毎回言ってるけど、サチコって呼んでほしいみたいだよね。別にね、嫌いなあだ名とかはないので、基本何呼ばれてもって感じです。山口県出身の高校3年生の18歳です。ですので、この期間中22時しかできません。それはご了承くださいませ。合ってる日本語ですね。で、あと何があるかな。昨日、一昨日は趣味の特技言って、昨日好きな食べ物言ったから、嫌いな食べ物何がある、なんか聞きたいのありますか。おはようございます、おはようございます。おはひょー、おはひょー、かわいい、 ありがとう。サッチ、ヤッホー。ネバーランドさん、ありがとう。主権さん、ありがとうございます。ん、何にしようかな。ミッドナイトシュガーさん、ありがとうございます。チュー、ユイチさん、チュー、ありがとうございます。どうしよう、何やかな。じゃあ、さっちゃん、おはよう。あ、ルーティーン、ルーティーン、あ、なんかよく質問とかである、なんかアンケートとか。ですね、毎日のルーティーンはですね、あ、嬉しい、ありがとう、期待してくれてありがとう。おはよう、さっち、おはよう。
お風呂の中で歌うっていうのはルーティーンですね。ツッキーさんありがとうございます。ルーティーンかな。ルーティーンって言うよね。お風呂で絶対歌ってる。あと音楽かけてお風呂入ってますね。おはひょう、おはひょう、ありがとう。おはひょう、サッチーやっほー、ありがとう。あと何があるかな。あ、ご飯はですね、五穀米が好きですね。天使の絵の具さん、羽村市ハッシーさん、ありがとうございます。こだわりですね、そちらが。タピチちゃん、パッタピチさん、ディオストラさん、豊中のひろさん、ありがとうございます。おはよう。昨日歌ったの、お風呂で。昨日はね、何歌ったっけ、あ、早送りカレンダー歌ってましたね。あと幽体離脱歌ってました。アストン・リチャードさん、ハートありがとうございます。そう、五穀米ヘルシーサッチーです。そう、なんか五穀米にしたらカレーとかした時見栄えめっちゃいいですよ。なんかカフェっぽくなるから、特に好きです。おはよう。ミシェル・ボイスさん、ウーアンさん、ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。なんか自分でさ、おはひょうって設定 したんだけどさ、定型文で、あのひょって結構言うのむずいんだね。ひょの口がむずい。おはにょう、おはよう。やっぱおはようには意味があるんだね。言いやすいわ、おはようって。ひょうだとひょって難しい。主権さん、おはよう、ありがとう。そう、言うのむずいんですよ。ひょうって、そう、おはようっていう日本語ができたのは意味があるんだなって今思いました。ミシェルボイスさん、ありがとうございます。ミンミーさん、ハートありがとうございます。そう、おはぽん、おはぽんも言いやすいね。おはひょっこり、確かに逆に言いやすい。ひょう。おはよう、おはよう。ケイセティンさん、じゅありがとうございます。歯の後に言うのが難しいのか。おはよう。あ、確かに確かに確かに。おはよう。おっくんさん、ありがとうございます。おはよう、行ってくるねって。行ってらっしゃい。お仕事の方が多いんですかね。おはっち、確かに。でもおはっちは言いやすいね。さっち、やっほー、ありがとう。かずくん、ありがとう。りんごさん、ありがとう。おはよう、試験さん、ありがとうございます。起きたばかりの目を開けるのが難しいです。確かに寝起きはサッチーも目が開かないですね。それでいつもね、二度寝しちゃう。赤月マンさん、10ありがとうございます。あ、明日僕お誕生日です。フライングですか。おめでとう。でも当日も言えそうだな。おめでとう、フライングおめでとう。でも当日も言えそうですね。おはよう、おはひょうってことはバイキンも、確かに。ハヒフヘホーってね、いつも言ってる。りょうちさん、じゅありがとうございます。おはひょう、おはひょう、ありがとう。かわち、ありがとう。しゃけんさん、おっくんさん、ありがとうございます。万能チー、チーは万能ってこと。友達にチーって言ったなんかショールームで割と思い出す、いろいろ。サッチー、ヤッホー、ありがとう。サバーハルヘール、ケイケイさん、ありがとうございます。たったりたださん、ありがとうございます。おはよう、おはよう、ありがとう。おはよう。おっくんさん、ありがとうございます。今朝の朝食かな。今朝の朝食も昨日と一緒ですね。冷凍ブルーベリーときな粉とバナナと蜂蜜かけたヨーグルトです。さっきちょっと食べてました。でももうやめました。昨日そう、リップが取れるってことに気づいて、結構ヨーグルトはやめました。ということで鼻をかませてください。ちょっと鼻かみすぎて箱ティッシュなくなっちゃった。
新しいのをね常備してたので、朝はね米食べてたんだけど、あんまりなんていうの、動かない日は食べない。いやでも分かんない、気分ですね、気分です。ちょっとミュート、鼻かんできます。ただいま、ありがとう、おはよう、おはよう、おはよう、ありがとう。今はね、鼻かみによりフレームアウトでした。富岳さん、ありがとうございます。ただいま、おかえり、ありがとう、おかえり、ただいま、ありがとう。ポリポリ、かゆいですね。おかえよ、ああ、お帰りの方が私は言いづらいですね、個人的に。チキンさん、ありがとう、おはよう、おはよう、おはよう。いや本当は本当鼻ティッシュしたいですね、それぐらいの気持ちでございます。鼻具合的には。抹茶うどんさん、じゅ、ありがとう、あ、じゅじゃない、ハートありがとうございます。おはよう、サバさん、ありがとうございます。そう、昨日のお弁当は本当に大好きなの。本当に美味しい、ていうかお魚が好きなんですよね。でもこの前お肉だったんですけど、鶏肉、それもでもすっごく美味しくて、そう、喋りが大人っぽいから高校生に見えない。おかよ、え、嬉しい、大人っぽいって言われるの。あ、でもにじりんごさん、ありがとうございます。たむたむたぬきさん、ありがとうございます。なんかさ、嬉しいんだけど大人っぽいってやるの、なんか結構幼いって言われる方が多いですね。今日はですね、7時、8時までやろうかな、どうしよう。 T アリーナさん、ありがとうございます。やすべえさん、ありがとうございます。あの弁当ね、なんだろう、彩りもいいし、お魚がプルプルだったんですね。プルプル、うん、パスパスしなくて、あの卵焼きが何より美味しいのと、下がのり麺なのと、あと唐揚げがですね、マジで美味しかったです。なんであんなに美味しいんだろう、あれってぐらい美味しかった、本当に。あ、では仕事してます、ありがとう。トマトさん、ありがとうございます。おはよう、サチ、ヤッホー、ありがとう。多分タラだったかも、うん、タラっぽかった。トマトさん、ありがとうございます。のり弁は最強、本当に大好き、のり弁。でももう一個、なんかお話し会でよく出てきた、あの2色のなんかもち米っぽい、なんかもちもちしたお米、なんか赤飯と、ミシェルボーイさん、ありがとうございます。赤飯となんか梅のもち米みたいな、とかいろんな種類があるんだけど、にエビフライとか唐揚げとか入ってる、あの弁当も大好き。また送ります、もし出てきたら。あれも大好き。はじりこさん、ありがとうございます。大好きですね、結構お気に入り弁当は多いです。まあ食べることが好きだから何でも美味しいんだけどね、っていう感じですよ。お腹空いてきました。さっちもお腹空きました。皆さん朝ごはん食べましたか。さっちはまだです、ちょっとだけ。テンション上がる、お弁当大事。そう、昨日お話し会の会場に行く前に
お弁当をチェックしていったんですけど、チェックって言い方あるの見ていったんですけど、森県銀河さん、ウーアンさん、ありがとうございます行ったんですけど、もう美味しそうすぎて、なんか鮭もあるんですよ、鮭だって言いながら歩いちゃった。美味しそうすぎて。おはよう試験さん、ありがとうございます。鮭だ聞かれてた。本当になんかお魚キラキラしてるんですよね、この弁当は。本当に美味しい。ウーアンさん、ハートたくさんありがとうございます。キリミちゃん、あ、キリミちゃんいたね。マイキューさんが鮭を送って、あ、いいの、そうなんですね、鮭食べられたんですね。鮭はね、もう帰ってきたんなかったです。オリちゃんさん、ありがとうございます。でもタラ初めて食べて美味しかった。ギゴさん、ありがとうございます。タカシさん、ありがとうございます。おはよう。サヤカリンさんもお肉よりお魚なんですか。そうなんですね。サッチは気分ですミシェルボイスさん、ありがとうございます。本当に美味しい。あそこは語れますね。新田さん、ミシェルボーイさん、ありがとうございます。会社行ってきます。バイチャーバイチャー、頑張ってね。ミシェルボーイさん、安部さん、ありがとうございます。ティーヒロさん、ありがとうございます。おはよう。ミシェルボーイさん、ありがとうございます。おはよう。おはよう。サッチ、ヤッホー、ヤッホー。鮭たらふく食べたら、たら、あ、たらたらふくそれとなんかお、もはやもはや。20世紀ともちゃんさん、ありがとうございます。高平さん、ありがとうございます。ふけんさん、こんにちは、こんにちは。ちら、ありがとう。ちらちら。サッチ、ヤッホー、ありがとう。さあ、ずれゆき。おはよう、おはよう。試験さん、サッチ、ヤッホー、ありがとうございます。おはよう、おはよう。ギルスさん、十、ありがとうございます。サッチ、ヤッホー、おはよう。さざれゆきって細かい雪かってことですか。おはよう。あ、はじめまして、ミューポンルームから来ました。はじめまして。ミューポンもさっきやってたね。今もやってるのかな。こんにちは、3期研究生曽川崎です最近見ると思ったらイベント中なの。そうなんです、イベント、イベントにビス×AKB48 グループに参加させていただいております。 ST483期研究生の佐川咲です。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ソルさん、スラさん、ありがとうございます。サザエイチと混ざっちゃった。なんつって大丈夫今。おはよう、おはよう。サチ、ヤッホー。あ、ウータもやめてますね、ウーちゃんは。おはよう、おはようございます。たかしんさん、ハートありがとうございます。ラッピュおはよう、おはようオレンジ、おはようオレンジ。おはよう、おはよう。うたんの狙いはお肉度はうたんっぽい。お肉、お肉って出そう、確かに。じゃあ、おのみーさん、ありがとうございます、ハート。おはよう、おはよう。さっち、豊中のひろさん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。ミシェルポイさん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。
始まりの雪、あ、始まりの雪も何回か聞いたことあるかも。ちょっと歌えないけど。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう、ありがとう。この絵文字がね、ポイントですね。あ、おはようの定型入れてた。初耳です。自分で入れて気づいてなかった。アニョハセヨ、アニョハセヨ、おはよう、サッチ、ヤッホー、ありがとう。結構昔の曲好きですよ。あ、スープカレー飲み物さん、ありがとうございます。おはよう、チケンさん、ありがとうございます。ゆきおさん、ジュー、ありがとうございます。 ST48 3期研究生、曽川咲です。よろしくお願いします。サッチ、かわいいす。え、嬉しい。見られると嬉しいですね。ゆきおさん、ありがとうございます。おはひょっちおはひょっちはいいですね。おはよう、おはよう。サッチ、やっほー、ありがとう。このそうですね、サッチ、やっほー。ジンさん、ジュー、ありがとうございます。おはよう、おはよう。サッチ、ダイスかも、オースかも。ありがとうございますどういうことだ、オースかも。サッチ、ヤッホー。チーで全て解決できる気がした。いえいえおはよう、おはよう、おはよう、ありがとう、おはよう、おはよう。サッチ、ヤッホー、おはよう。試験さん、ありがとうございます。さやえんどうさん、だるま、ありがとうございます。おはよう。じんさん、ハート、ありがとうございます。サッチ、ヤッホー、おはよう、おはよう、おはよう、ありがとう。ちょっと待って、うわー、すごい。サッチ、最近飼育菓子したいんですよね。飼育菓子か、飼育菓子。おはよう。コナンさん、ハート、ジュー、ありがとうございます。サッチ、ダイスガモ。ダイスガモって何サッチ、ヤッホー。ジンさん、ありがとうございます。今日は気温が下がるの？やだ、今暖房つけてあったかいけど、お外出たら寒いかな。いやですね、寒いのは。おはひょう、おはひょう。チーク菓子、チーク、チーク、チーク、飼育、知る、育つ、お菓子と書いてチーク菓子、飼育菓子、作るお菓子って言ってましたね、昔は。サッチ、ヤッホー、主権さん、ありがとうございます。そうそう、でもねるねるねるねの分類、それのなんか、なんかね、おはよう、なんかそれのルエルさん、ありがとうございます。それのなんか、なんかハンバーガーセットとか屋台とかいろいろあるんですよ。それを作るのが大好き昔好きすぎてちょっと動画見てましたね。チーク菓子を作る動画をひたすらじーって。小さい頃はね、買えないんで、やっぱ300円高いので、小さい頃、特に。え？うん？うんうん。いや、そう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 。おはよう、おはよう、おはよう、ありがとう。そうそう、お寿司とかあったやつです。そうです、そうです。そう、お寿司の、あ、小さい頃はお寿司の味がすると思って食べたら、あの、ソーダでびっくりしてね、びっくりしましたね。そうなんですよ。こんにちは、試験さん、ありがとうございます。あとお弁当箱セットとかもあって、そう、自分が想像してる味と違ったから、まあ、書いてあったんだけどね、小さいから読んでないのよ、そういうのはそう、それでうわってなった記憶があります。おはよう、おはよう。
長谷川さんありがとうございます。ちゅでも最近の地域菓子はなんか想像通りの味多いかも。ハンバーガー屋さんがあるんですよ、地域菓子の。それのポテトはもう本当にポテト、そう。おはひょう、おはひょう、ティーヒロさんありがとうございます。おはちおはちおはちさっちおはち、よしひささんハートありがとうございます。その頃からグルメッチ、え、確かにそうかもしれない。結構食のこだわりはなかったけど、いっぱい食べてたね。おはよう、おはよう、ヤマトさんありがとうございます。ハート。青吉さん10ありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。なんか小さい頃の方がめっちゃ大食いだったかも。なんか、うん、大人一人前とか食べてた。分からん、記憶が曖昧だから、あれは果たして一人前だったのかは謎いんですけど、でも大人一人前食べてたのかな、それとも家族と分けて、ちょっと分けてたのかな。こだわりのないグルメ、それはただの食いしん坊。確かに、いや昔の私は本当にただの食いしん坊だった。よく食べてましたね。磯中さん結婚してありがとう。静かに断るタイプ。おはよう、おはよう、ありがとう。はじめまして、しけいさんありがとうございます。さっちやっほー。え、お寿司？でも前お寿司行ったんですよ。でもその時はあんま食べなかった。7皿8皿ぐらい普通って感じですよね。おはよう、ディアストーラさんハートありがとうございます。でもポテトも食べたんで、まあ、ポテト代。おはよう、今日は大声する予定。そうなの？いいな、何食べるの？大食いって楽しいよね。サチは辛ラーメンを早く食べたいです。もう1ヶ月に1回、なんか前までは結構な頻度で食べてたんですけど、もう1ヶ月に1回食べるか食べないかぐらいにしようかなって思って。そう、今恋しいです、辛ラーメンがとっても。サチ初見さんありがとうございます。ガッチさんありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。プロポーズの断り方にもメンバーごとに個性があっておもろい。みんなどんな感じなんだろう。ちょっと知りたい。ちょっとじゃあゆうなの教えてください。知りたいんだけど。さっちやっほー、やっほー、こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。ゆうなの想像しよう。ありがとうございます。でも無理です。合ってますか？なんかなんていうの、なんかちょっとなんていうの、なんか無理ですみたいな。うたん、お寿司50皿、これは負けていられない。胃袋を開拓しなければ。グッモーニング、グッモーニング。プロポーズ受けるパターンはありますか？口は合ってる。わかる？なんかね、そうそう、なんか特徴ある、真似しやすい。言うな、ミシェルボーイさん結婚してありがとうございます。これにしよう。そっち、そう、ミキオ兄貴さんありがとうございます。おはひょう、おはひょう、ありがとう。おっくんさん10ありがとうございます。ひそやかの天パーのたけさんハートありがとうございます。おはよう、おはよう、こんにちは、こんにちは。リア中は10年後に婚約つってます。10年後？25歳、はおー、いいですね。みんなの前じゃなくて2人きりでお話ししましょう。
おお、いいね、キュンキュンしますね。サッチおはよう、シザットの定番テクス、タケさんありがとうございます。気分じゃないそうなの、感情、感情で断る系女子だったね。気分じゃないって面白い。そうなの、やった、サッチと結婚できてません、私は書きませんよリアチェの10年が楽しみね、わかる。だってさ、それなね、ユイニャンはそれは他のメンバーにも言ってるのかなるほどなるほど、ギクリってさせるタイプね、ユイナはギクって。そう、おはようおはよう、サッチヤッホー、こんにちはこんにちは。おお、落ちてた。ガトルさん10ありがとうございます。おはよう。ひーちゃんとは2回結婚かな、結婚しました。え、ひーちゃんはオッケータイプ系女子だったのね。なるほど、サッチも言ってみよう、ひーちゃん結婚しようっておはよう、おはよう。朝からサッチを見て嬉しい。だけやった、腕の木。サッチやっほー、おはよう、おはよう。まるともちゃんさん中ありがとうございますね。サチコの10年後も気になりますね、自分で自分をサッチヤッホー、ありがとうございます。おはよう、おはよう。だって10年後だったら18歳だから、くるくるさんのでもやだ、でも考えとくね。おー、いいですね。かなえたん、私を倒しなら面白い、やっぱさすがですね。ピロピロさんありがとうございます。パセリさんお断りしてくれる、あ、そうなんですね、お断り系女子。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。おっくんさん中ありがとうございます。しけんさんおはよう、ありがとう、おはよう。面白い、なんか全員違う感じがありますね。同じ人いるのかな、いありがとうって言いながらさらっと。おはよう、おはよう、おはよう。わらよんさん中ありがとうございます。ティヒロさんありがとうございます。だるま、パセリさん毎回そうなんですね。あ、おはよう、ありがとう。しけんさん、牛窓太郎さんハートありがとうございます。鳥取太郎さんありがとうございます。さちこれにしよう大和さんありがとうございます。10、そう、この前かなうとリンゴ飴食べに行きました。そう、リンゴ飴食べました。あそこのリンゴ飴は絶品、なんかずっと気になってたんですよ、なんかショートビデオでたくさん出てきて。そうで、やっと食べれました。リンコさんは嫌だって言われますが逆に名物。あ、え、かわいい、言いそう前髪かわいい、夏にもなった気がする。前髪やった、夏ってこんなんだったっけ。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。今日の前髪は好き好きです。チキチキユイタン、ノアミョンは時間単位で婚約の許しが出だから罰だらけ。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、10分ごとぐらいに結婚相手が変わるってことだから罰になっちゃうってこと。竹まつるさん10ありがとうございます。あ、正直に言えないの大巣鴨、大巣鴨大好きってこと。パパパ中曽根角栄さんありがとうございます。ちなみにアンピーさんはありがとう、うわー素敵、爽やか、なんか12月11日の僕と行こうや、迷ってる迷ってる、そこのあなたぜひ来てください。サッチ出ます、12月11日月曜日。
僕の太陽公園ぜひ待ってます。まよマッツンさん10ありがとうございます。まあ迷った時はね報道が一番です。嬉しい、来てくださったら。おはよう、おはよう。あ、そうなんだ、大好きが言えないからってことで、おはよう、おはよう、こんにちは、しけんさん、ありがとうございます。福岡からの挨拶で皆さん行くでしょ、福岡からの挨拶で皆さん行くでしょ、福岡、福岡の方もゆういちさん10ありがとうございます。確かにオッチェじゃなくてノーオッチェだけど、ノーオッチェこれにしようかな。ノーオッチェはちなみにオッチェの逆のダメです、 やだやだバツバツ無理無理っていう意味です。あ、なるほどなるほど、そうお話し会の翌日にありますね。はい、フジポンさん10ありがとうございます。サッチー気になっちゃった、気になっちゃって嬉しい。直接お話しから次の日、そうですね、福岡から広島は確かに山口を通り越して、あーでも途中下車の方もいるんですね。テリーさんありがとうございます。トンスタン星ありがとうございます。おはよう、おはよう。九州にお住む方は一回広島にってことか、なるほどなるほど、ぜひ来てほしいです、僕の太陽公園。おはよう、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 サッチ、やっほー、あ、おかえりです、おかえりなのかおはよう、サッチ、バスルとか全然平気ですね、全然。おはようございます、おはようございます。カラト市場でご飯食べていこうかなとか、お、めっちゃいいじゃん、からと市場おすすめです。確かに確かに、福岡から途中下車しちゃうとまたお金がかかるのかな、プラスで、わかんないけど、そのところへんは15分で開始ですけど、おー、そういうことね、なるほど。ミシェルボーイさん、ヤスベイさんありがとうございます。おはよう、しけんさんありがとうございます。あ、飛行機で日帰りか、そっかそっか、寄り道がね、新幹線だと降りれるけどみたいな感じってこと？なるほど。あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。山口。でも山口で一回下車しちゃうと、プラスかかるのかな？ちょっとわかんないです、その辺が。わからないのであれば、ぜひ唐戸市場に行ってほしいですね、ほんと。唐戸市場、ほんとに大好き。テーマパーク、お魚の。おはよう、おはよう。ママに似合わないって言われたリップ。でも高かったので、しっかり使ってます。イエイ。庄司ジョージさん、ハートありがとうございます。しっかり使ってます。なんかでも高いし、高かったのもあるんですけど、匂いが好きなんですよ。リンゴアップルみたいな匂いがするのでお気に入りです。おはよう、おはよう。ミキオニキさん10ありがとうございます。そうなんだ、紙チケットなら、あ、え、そうなんだ。今安住さんに投げたらやはり、おお、されたいいい声、ラジオ良さそう。え、本当に嬉しい。トンさん、ミシェルボーイさん、チンチョウゲさんありがとうございます。サッチ、ヤッホー。ヨシトさんありがとうございます。チュー、さて仕事にも配信ありがとう、ありがとう、頑張ってね。トンさん10ありがとうございます。おはよう、おはよう。初見さんがたくさん見に来てくださっているので、確
ここで自己紹介もう一度進みたいと思います。テリーさん、授業ありがとうございます。 ST48 3期研究生の曽川咲って言います。よろしくお願いします。サッチーってみんなから呼ばれているので、ぜひサッチーって呼んでください。山口県出身の高校3年生の18歳です。よろしくお願いします。好きな匂いはですね、金木犀です。そう、毎回ねここの部分を変えるっていうお決まりなので、好きな匂いは金木犀ですね。ぜひ今ビスかけるビス、雑誌のビスかける AKB48 グループのレギュラーモデルショールームイベントに参加させていただいております。ぜひ応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いしますっていう感じです。私の自己紹介、これを定期的に。おりちゃんさん、ハートありがとうございます。眠気覚まし配信慣れてる？よかった。それはお顔を洗うとですね、めっちゃ物理的な話だけどお顔を洗うと一瞬で目が覚めます。個人的に。おはよう、おはよう。おっくんさん、ハートありがとうございます。顔を洗って飲み物を、水を飲むと私はいつも目が覚めますね。でもやっぱベッドに戻らないってことが一番のあれですね。サッチー初見さん、ありがとうございます。りょうさん、ゴルニャンさん、ジュー、ありがとうございます。そう、何にもない日はそこの甘えが出ちゃって二度寝しちゃう。あ、ちょっと寒いしちょっとお布団戻ろうって思って寝てました、よく。でも何か用事があるときはもう意地でも、そう、起きろ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 ってね、ここなんですよね。おくんさん、じゅー、ありがとうございます。うーあんさん、ハートありがとうございます。そうですね、この枠は8時までしようと書いとこう。ウーアンさん、ハートありがとうございます。そう、横にアッキーさん、ありがとうございます。サチカさん、ありがとうございます。ハート、おはよう。おはひょー。ダイさん、ありがとうございます。ハート、キュンキュン、ハート。キュンちゃん、キュンキュン、キュンキュン。おはよう、おはひょう。いや、おはひょう、主見さん、ありがとうございます。 ST48 3研究生曽川咲です。よろしくお願いいたします。香りまです。あ、本当だ。おはよう。フレッシュいちごになりたいのさん、じゅう、ありがとうございます。おはよう、おはよう。みきお兄貴さん、じゅう、ありがとうございます。じゅうじゅう、本当だ、あずみさんがしてました。キュアニキさん、ジュー、ありがとうございます。ジュー、おはよう、おはよう。眉毛かゆ。マコリンさん、ジュー、ありがとうございます。おはよう、おはよう。サッチ、ヤッホー、ありがとうございます。ビート来てるよ、君のイメージ金木犀。ハモリがね、できるようになりたいんですよね。とある曲ですね、ハモリの練習をしたんですよ。やっぱ難しい。試験さん、ありがとうございます。おはよう。ラビ、竹内先輩。
love you。 あれってなんで竹内さんって名前なのかな。ずっと言ってますね、みんなで竹内先輩なんでみたいな。竹内先輩なんだ。おはよう、タカさん、ハートありがとうございます。 love you。 なんかこの話前も聞いた気がする。デジャビューだ。デジャビュー、いつか見たような。あ、この曲は今私たちが研究生 ST48 研究生がさせてもらってる僕の太陽公演の曲でございます。ぜひ直近で言うと12月8日と12月11日にございますので、広島クラブクアトロさんでぜひぜひ今募集しています。では仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張り。サチおはよう。おはよう、ヘガキラお届けです。シュケンさんありがとうございます。届いてます、キラキラ嬉しい。サチはですね、何が好きかな、僕たちで、やっぱビンゴ、ビンゴずっと好きかも。マザスイフォーサッチヤッホーありがとう。あ、申し込みましたって、嬉しい。当たり当たり。ミシェルボーイさん、ハートありがとうございます。おはよう、おはよう、仕事行ってきます。またね、またね、頑張って。そろそろ仕事の方が多いですね。お仕事の方、コメントしないけど今からお仕事だよって方、頑張ってください。ファイティング、ファイト。ミシェルボーイさん、さやかさん、ハートありがとうございます。このハートじゃないのはわざとです。こうちょっと長細いやつThank you。 ケイセチンさん、ありがとうございます、ハート。あっくんさん、ハートありがとうございます。おはよう、おはよう、ありがとう。あ、仕事が、あ、病院行ってくるよって、気をつけてください、気をつけてね。仕事が始まるの泣けます、頑張ってね。シケンさん、おはよう、おはよう、ありがとう。おはよう、おはよう、行ってきます、行ってらっしゃい。おはよう、おはよう。鳥取太郎さん、ハートありがとうございます。すごい朝からウォーキング素敵、代謝が良くなりそう。一日朝一杯左右生活をね、ちょっとね数日してたんですけど、左右の定義、私はやっぱ違ってましたね。会社でまったりコーヒー入れてる。あ、いいですね、始まる前に一息とミシェルボーイさん、10ありがとうございます。ハートもありがとうございます。左右って熱湯を冷ました、沸騰したお湯を冷ました何度かの水なんですね、お湯か。サッチーは今までこのケトル、このケトルをスイッチ入れて、あの今だっていうちょうどいい気温だって自分が直感で感じた時に止めて飲みました。ヒラリンハットさん、10ありがとうございます。46分ありがとう。左右です、そう。おはひょう、おはひょう。パトラキュッセさん、ハートありがとうございます。あ、めっちゃ前の話なんだけど、めっちゃ前っていうのは今日のね、この配信のめっちゃ前の話になるんだけど、待て待って、ブルーベリーから水分出てきた。それそうか、凍ってるもんね。あれ、あとゆで卵を食べてますいつも。有給取得推進日で連休でまったり、お、いいですね。3連休作ったってこと、いいですね、楽しんでください。え、やっぱそうだよね、ギリギリでこうちょっとね、ちょっと音がなんかケトル、あったりケトルっていうね、なんかふつふつなるじゃないですか、のふつぐらいの時に止めるとちょうどいい気がする。そう、ふつ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 言っちゃうともう熱湯ですね、それは大やけどの始まりです。おはよう、おはよう、おはよう。朝に良い卵とベリー、そう、バナナとヨーグルトも食べちゃっていい感じでございます。あ、え、冷凍のねブルーベリーを入れたんですよ。お皿がキンキンだ、寒い、お皿が冷たい。ブルーベリーが溶けてヨーグルトが紫っぽくなるの好きなんですよね。
おはよう、おはよう、こんにちは、サッチ、ヤッホー、ありがとう。こんにちは。サッチ、ヤッホー、ありがとう。寝る前、カーポットの上に水出して。お、いいですね、ホットホット。そう、タンパク質も取っちゃってね。さきちゃんも一日頑張って行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。おはよう。INZ さん、ハートありがとうございます。 Love you 竹内先輩。さけちゃん推しの仲良しが11申し込んでるからあとは願ってます。ありがとう、嬉しい。ぜひ待ってるますとお伝えくださいませ。そう、おはよう、キラキラありがとう。猫、猫で猫さんありがとうございます。チュウ、チケイさんかわいい、ありがとうございます。それでは50分になったら男女を見たいと思います。おはよう、おはよう、サッチ、ヤッホー、ありがとう。どうしよう、やっぱ8時までじゃなくて55分までにしようかな。計算します。いや8時までにしよう。いや55分までにしようかな。足立さん星ありがとうございます。キラキラありがとう。サッチ、ヤッホー、ヤッホー。猫は猫で猫さん、ありがとうございます。バラ、仕事に行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。キヨ、サキポンズさん、ありがとうございます。かわいい、嬉しい。嬉しい、考え中。あ、みんなありがとう、考えてる。ありがとう、なんかありがとう、ほんと。どっちにしよう。待てよ、考え中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 。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これで8時まで過ぎたらどうしよう。考えてたら8時になりました、終わりますだったらどうしよう。ちょっと待ってね、早く考えるね。で、お、来ました。いや8時まででいいかな。いや、55分にします。ごめんなさい、5分巻き。整いました、5分巻きます。オッチェー、ありがとう。オッチェーでした。ということなので、53分になったら男女もさせていただきます。さきぽんずさん、これが何座のキヨさんですか。さきぽんずさん、さきぽんず、私の名前もさきって言います。ハートありがとうございます。朝のごちそう、5分貴重、本当に。確かにそれはそうなんですよ。そう、6時46分というね、なんとも微妙な時間から。なっちゃんさん、10、ありがとうございます。あ、おうし座って読むんだ。おうし座、ちょっと漢字の勉強します。そう、ありがとう、5分マクサッチもかわいいって。なっちゃんさん、だるま、ありがとうございます。おくんさん、10、ありがとうございます。
糸を巻き巻きします5分、えへへのえへへのうふふのふわんわんちゃ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 なちゃんすごいおはようおはようありがとうおはひょうおはひょうありがとう。朝の分は超重要。朝はねもう全部ね同時進行してるので私、着替えて歯磨きしてみたいな感じで超同時進行お忙しいです。もうね最高記録最高記録はまた次の時間に53分になったので、それでは53分になったの断言もさせていただきます。13位ゆいちさん、12位ウーアンさん、11位トンさん、10位とっとり太郎さん、9位大牛座のキヨさん、サキポンズさん8位豊中のひろさん、7位ミシェルボーイさん、6位オックンさん、5位リョウチさん、4位クマネパパさん、3位足立さん、ありがとう。初めて壇上かな、ありがとうございます。2位安兵衛さん、ありがとうございます。1位シーサーさん、お初1位ありがとうございます、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。はい、それでは皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございます。ビス×AKB48 グループレギュラーモデルショールームイベント予選3、11月24日朝配信はこの辺で終わろうと思います。次はですね夕方17時半ぐらいかな、17時半ぐらい、ちょっとその辺です。17時半ぐらいまた予定を入れるので、予約か、来てくださったら嬉しいです。お願いします。ということで本日の配信、朝配信はこの辺で終わろうと思います。皆さんも本当来てくださってありがとうございます。そして今日一日が始まりますので、始まった方もいるかも、皆さん頑張りましょう。今日もみんなに幸あれ。じゃあまたね、バイバイ、ありがとう、バイバイ、また夕方に会いましょう、バイバイ、ありがとう。